皆さんどうもこんにちは、キャベツです。昔プレイしていたオンラインゲームをプレイするわけではないけれど、毎週アップデート内容だけ確認してしまう男、キャベツ。長年プレイしていたオンラインゲームやソシャゲが終了してしまうという告知を聞いた時の悲しみといったら、母親が実はベテラン AV 女優と同級生の言葉によって知ってしまう悲しみと10日です。サービス終了には様々な理由があります。年々新しいゲームハードが発売され、グラフィックも進化する中、その流れに追いつけずクオリティが一辺倒となり、結果プレイヤーが過疎化しサービス終了してしまうパターンや、ゲームの名前が変更されて続編に移行するため旧作のサービスを打ち切るなど、これはある意味一般的であり、かつ最も円満なサービス終了と言えるでしょう。しかし大人の事情やゲーム自体に問題があったり、サイバー攻撃をされたり、あるいは会社の掃除のおばちゃんが大事なパソコンのコンセントを抜いてしまったり、泣く泣くサービス終了となってしまう悲しきゲームもあるのです。そんなこんなで今回ご紹介するのは、とんでもない理由でサービスを終了してしまったオンラインゲームたち。もし昔プレイしていたゲームがあれば、当時を想起しながらご覧ください。妖怪惑星クラリス、いつもご応援ありがとうございます。残念ながら今日サービス終了をさせていただきます。こんな清々しいサービス終了はあっただろうか。本作妖怪惑星クラリスは2017年12月10日にリリースされた MMORPG。 舞台は3017年の惑星クラリスにて発生した DNA ウイルスによって惑星クラリスに移住していた人類が変貌してしまい、地球の人類から妖怪と呼ばれ地球に帰れなくなるというバックボーンを知りながらプレイしても、まるで平たくそなコラ画像のようなキャラクターには苦笑いを禁じ得ない。事前登録で入手可能だったキャラクターもぶっちゃけ欲しいとは思えないデザイン。挙句の果てには紹介動画の日本語すら不安定であり、まるで英語を和訳して再び英訳して和訳したかのようなまがまがしさ。この時点で今作が異常なゲームであるということは分かっていただけると思いますが、これはまだ序の口。本作はキャラクター名からストーリーといったゲームのほとんどをツイッター投票で決定してしまうというゲーム内容に通ずるクレイジーさ。このツイートに載せられたデスワームらしい見た目をした召喚獣の名前を募集したところ、代々分かってたけれどもチンポンデリングという原因極まりない命名をされ、あろうことがチンポンデリングは本作のメインマスコットキャラクターに扱いとされる始末。こんな風にネット民には遊ばれる存在ではあったものの、事前登録者は1万人に達せず、ネタ要素は豊富でもゲーム自体が楽しそうでなければプレイする人は少ないという事実を知ってしまった制作者。事実ネットでは非常に有名だった本作ですが、2018年2月23日に突如公式ツイッターで、いつもご応援ありがとうございます、残念ながら今日サービス終了させていただきますというツイートが投稿され、このツイートの3分後にゲームは起動不可になり、20分後には公式サイトが消去。突如この世界に燃え降りたクソゲーはこうして誰にも見とられることなく一瞬で死んでしまいました。この突然の終了に嘆くプレイヤーたちでしたが、本作のサービス終了の翌日、運営チームの中核メンバーが離職したのが突然の終了の原因と告知されたものの、さすがに突然すぎたためプレイヤーたちは他の原因を探すことに。その捜査の中で浮かび上がったのが夜逃げ。実は今作のサービス終了直前の生放送で、制作者たちはクラウドファンディングを行っており、目標金額には達成してはいなかったものの、その金額を受け取れるオールイン方式で、なけなしではありますが10万ほど入手していたことが判明し、夜逃げが疑われることに。当時のアルバイトのインタビューによると、本作の運営には情熱はあったものの、ゲーム制作のノウハウはなかったと答えており、ゲームの内容を照らし合わせてノウハウは皆無だということを再認識できる暴露がされています。その一方、給料未払い問題やその給料付けにしたままの逃走という噂もあり、現在もその真相は不明。M2 進行期間。本作は海外で運営されていた MMORPG ゲームであり、日本の妖怪や SF、サイバーパンクをとにかく盛り合わせたカオスな世界観のオンラインゲーム。当初日本ではガイアックスという会社が運営を担当していましたが、2007年に他社に運営が移行し、2008年に旧作の進行演技は終了。2010年にザカンドーという会社によって M2 というタイトルを引き連れて再びサービスが再開されたのが今回ご紹介する本作。サービス開始当時は別段めちゃくちゃ盛り上がっているわけでも、かそるわけでもなく、ごく一般的なオンラインゲームとしてサービスが継続されていましたが、サービス開始から1年半後の2011年10月、恐ろしくもツッコミどころ満載の事件が発生。突如公式サイトのお知らせにサービス終了の文字が。その内容は以下の通り。デレン、
なんともまあメンテナンス中にサーバーのデータを一つ残さず全消去してしまうという、もう掃除のおばちゃんが間違ってコンセント抜いちゃったとしか思えないような致命的でかつ初歩的で取り返しのつかない事件が発生。これでバックアップももちろんなかったようで、そのままサービスを終了させてしまいました。しかし問題は他にもありました。同日11月10日に同じ運営会社が継続していたゲームタイトルが他の会社に移動しており、加えてリリース予定だったゲームタイトルも同じように別会社に移行が決定しているという、まさに倒産待ったなしの状況であったことが判明。その運営会社は本作を担当していた三花堂ではなく違う会社、そしてその会社の設立日は2011年10月21日、そう、本作がサービスを終了させた日。何か裏があるのだろうか。これ以上探れば命の危険が。おや、誰か来たようだ。お城プロジェクト。本作は DMM ゲームズが運営していたタワーディフェンスをジャンルとしたブラウザーゲーム。サービス開始当初はお城コレクションというタイトルで、2014年の夏にサービスを開始する予定だったブラウザーゲーでした。2014年7月1日に公式サイトがオープン。その後正式サービス開始が延期され、2014年9月10日にクローズドベータテストが開始。そしてお城プロジェクトと名前を改め、2014年11月11日に正式サービスが開始しました。 DMM が得意とする可愛いチャンネルがいっぱいで楽しいっていうゲームなので、変態紳士たちは群がり。本作の事前登録者数は DMM.com 史上最速の26万人を突破するほどの長期対策でした。実際問題、本作はかなりの運ゲーであり、サービス開始直後からかなりの変態紳士が脱落。加えてサービス開始後の1ヶ月後に開始された稲荷山イベントで入手できる一番いいキャラクターは、課金アイテムを使ってもクリアが難しいレベルのステージを50周する必要があり、その状況に対し公式は課金を催促する始末。さらには全くイベントと関係のない内容をツイートするなど、目も当てられない状態になり、怒りの沸点を突き抜けたプレイヤーによるチート行為が多発。また次のイベントでは以前の稲荷山イベントと比べると多少難易度は低下していたものの、やはりキャラクターの入手確率は異常な低さ。こんな風に終焉が早いオンラインゲームの典型的な姿を呈した本作。2015年3月27日に大幅リニューアルのため一度サービスを休止することを発表。大概は2015年秋を予想していましたが、半年経っても続報はなし。夜逃げが囁かれる中、ドメイン情報サイトでお城プロジェクトのドメイン廃止申請が行われたことが記載され、10月31日にドメインが廃止するという、こんな風に静かに今作は息を引き取っていきました。そんな本作ですが、2016年3月29日、お城プロジェクトリキャストディフェンスが再開し、以前までとはいかずとも1週間余りで登録者は15万人に達したといいます。モンスターハンターメゼポルタ開拓記。本作は DMM にて2014年11月27日からサービスが開始されたモンスターハンターフロンティアのスピンオフ作品であり、モンスターハンターフロンティア G の世界観を引き継いだシュミレーション要素のある RPG ゲーム。サービス開始以前の1年前から本作のプレビューサイトが開設されており、モンスターハンターではありえないフルアニメーションの PV などでかなり注目されていました。その実サービス開始時は DMM のゲームズランキングにて、なんと当時勢いのあったカンコレさえも抜いて堂々の1位を獲得していましたが、本作なんとリリース半年後の2015年4月に開催されたイベントの終了以降、一つすらイベントは開催されず、なんと定期メンテナンスさえ一切行われていませんでした。公式ツイッターもやる気を見せず、ただただリツイートを繰り返すだけのボットのような存在になっており、未開の地を開拓する本作にちなんでハイソンというあだ名さえつけられる始末に。結果、当初はゲームランキング1位であった本作は瞬く間に最下位に脱落。この転落劇には様々な理由がありました。一つにサービス開始直後に発生した不具合と、その運営の対応がクソ。それはクエスト中にデータ更新などで強制終了した場合、次回起動時に全滅した状態でスタートするという致命的なバグを開始2日目に公式が使用ですと断言し炎上してしまったこと。加えて根本的に本作は戦闘システムが単調すぎて単純につまらなく、極めつきに課金要素もハードであり、無課金プレイヤーはいいキャラクターを入手することは極めて困難、俗に言う札束で殴るゲームへと変貌していました。しかし本作のサービス終了理由は外部環境の変化によるサービス継続困難とされていますが、同じ頃にモンスターハンターフロンティアのサーバー強化と統合が控えていたようなので、それが原因なのではないかと言われています。1位を獲得したゲームが短時間で最下位を獲得するという現象は今作だけ。
ということで、いかがだったでしょうか。振り返ってみると割と大人の事情というよりは大人の常識の問題でサービス終了になっているケースが多い気がします。オンラインゲームというサービスは常に消費者との交流が多いので運営の対応の悪さが露呈しやすい仕組みではあります。別のお話になるんですけど、私キャベツ6年ほど前にマビノギ英雄伝というオンラインゲームをプレイしていたんですけれども、そのゲーム内のギルドみたいなところに入って、そのギルド内で共有しているアイテムボックスみたいなのがあったんですけど、ある何を思ったのか中身を全部パクって売りさばいた経験があります。あの時にギルドにいた皆さん、すみませんでした。オンラインゲームプレイヤー諸君、常識と節度を持ってゲームをプレイしたまえ。じゃあこの動画が良かったらチャンネル登録やグッドボタン、ツイッターやインスタグラムやってるので登録お願いします。では次の動画で会いましょう。キャベツでした。ほなまた。チャンネル登録をすると、ご報酬が。